闇餅つき選手権。闇餅つき、あげました、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう分かったよね。何が？都市伝説案件動画だって分かったよ。あ、闇餅つきで。なんで毎年恒例お正月時期といえば、おフィットボクシング。え、これフィットボクシング、これフィットボクシングじゃないでしょ、これフィットボクシング。今回北斗の拳とコラボでこういうの出してるんですよ。すごい、これめちゃめちゃフィットボクシングって来てない、毎年。確かに毎年ってことは、おかげさまで今年も生きております。え、わざわざ時間作ってまでやることか。こう疲れてそれ言うね、毎年ね案件いただいてるんで、これ最後綺麗にあのフィットボクシングのね、訴求につながりますので、闇餅つきが、企画が何でしたっけ、闇餅つき、闇餅つきね、やっぱお正月なんで皆さん餅つきしたいじゃないですか。いや、そうよ、こんなとこに。まあでもさ、普通に餅つきしてたって、もう2023年お先真っ暗ですよ。なんでいいだろ、してるじゃないぞ。そうだ、心チャンネルは、心チャンネルは。なんでやっぱね、闇鍋みたいなのって楽しいじゃないですか。何が入ってるか分かんないみたいな要領で、あの餅つき中にバレないようになら何かを入れても、餅つき中に、はぁ、なるほど。別に暗くしたりとかしないですよ、危ないから。まあそれはそうだね、明るい中でやるけど、隙を見て、えぇ、そんなバレるでしょ。もうでも餅にこねって入っちゃったらもう分かんなくなっちゃいますよ、そんな。そう、だから食べた時にあれこれって美味しい、あ、美味しくなるんだ、薬丸くんなるのが、やっぱ闇餅つきの醍醐味。でもお餅食べたいからね。確かにね、正月だしね、楽しみではある。そうでしょ、なんか明らかにまずくなるやついるんだ、見てください。そりゃそうだ、そりゃそうだ、ちゃんとお餅として美味しくなる。自分らが食べる。いやでもいるのよ、そんなやついたらもう、あ、コーン、しゃべならん、見ちゃっちゃう、めちゃコアゲームじゃん。美味しいもの入れよ、そういうの。そりゃそう、というわけなんで、美味しいお餅を目指して、やるぞ。じゃあこれを、もち米ね、これをまず入れると。餅つき自体がさ、初めてだから。餅米って普通の米みたいっすね。めっちゃもちもちしてるね。ねっちりしてるよ。もちもちしてる。こっから餅になるの。うわ、もちもちしてる。うわ、すごいもちもちしてるよ、これ。すごいね、すごいもちもちしてる。でもいい匂いする、このもち米の炊けるいい匂い。熱々熱々、ちちちち、すげえ熱いし、何よりもちもちしてる。何の真似、何の真似だ、2023からよ。したが、最初はなんかこれをグニ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 、え、やっちゃっていいんですか。もう潰すらしいっすね。じゃあもう原宿さんいいっすよ。これをなんかこう潰してます。ほうほうほう、潰していくと。また戦わないの。まだ戦わない。へぇ、これをこうちょっとね、なぜ体化というか、なんでそうやるんですか。なるほど、書いてあったんだよ。怒ることないじゃん、怒ることないじゃん。正月から怒らない、新年ですよ、原宿さん。怒ないでよ、書いてあることに従う。なるほど、そういうことだね。温故知新、今年の抱負でしょ。そうだね、なんか嫌な年だな、それ。まずは潰して、ほらほら、もうでもこの時点で、この時点で、もう、もはや、もはや、もう、もはや、もはや、もう、餅じゃない、これ。もはや感あるよ、この時点。この後どうしたらいいんだ。え、何が書いてあったんですか。この後どう、何が書いてあったんですか。ちょっと張り付いてて、書いてあることに従おうよ。なんて書いてあったんですか。なんて書いてあったっけ、覚えてない。書いてあることを覚えろよ。今年の抱負だろ、もう一つ。これをなんかこう、こうするわけ。ああ、そうですね。あ、もうやっちゃう。熱すぎて、熱すぎて、いけいけ。熱すぎていけない。熱いけど、いけ。あちち用の水なの。いける。あ、はいはい。で、これで、もうこう、重さを、キネの重さを利用して、このままボンと。なんでキネの重さを利用するんですか。言葉が出てこない。正月だから言葉が出てこない。なんでだよ、出るだろ。そんなにことないだろ。うん、なんかもうこれでついてる感じ。なんか楽しい。あー、餅つきっぽい。はいはいはい、つけてて。あー、なるほど。あー、すごい。
初めてやった、すげえ、すごい、めでたいな、なんかいいね、正月だ、なるほど、あ、もう餅じゃん、あー、いい、それぐらいで、あー、いいですね、掛け声とかやったいんだよ、よ、確かに、確かに、よいしょ、よ、ほっ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 、あー、いいですね、ほっ、これがやっぱり正月ですから、ほっ、ほっ、よっ、ほっ、加藤さん、加藤さん、これ、怖い、怖い、こん中の覗き込んで、え、大丈夫かな、こういうふざけるが、こういうふざけが一番よくない、リズムで言ってたら止められないことある、はい。ね、はい、あだいぶほら、これすごい、すごい本物じゃん、これ男は黙って、ああ、男は黙って、そういえばそうだ、あやたかカフェ、なんで、なんで、あんま男っぽくない、何を言ってちょっとお寿司さんもやってみる、これ確かに縁起物ですからね、でもだんだん粘りが出てきてる、私あれですよ、子供の頃町内会のね、餅つき大会でこういうのやったら、誰か別にそうね、キネを叩いちゃってひびが入りましたからね、はいはい、それは良くない、ね、これも闇要素はもう始まってんの、これ、いや、もう、もう餅になったなと思った瞬間からもう始まって、はい、え、餅になったら終わりじゃない、はいはいはい、はい、え、大丈夫、はいはいはい、大丈夫、大丈夫、おいおいおい、おい毎回やんなくていいからね、返すの、はいはいはい、多少、多少もう叩き切ったら、はいはいはい、膝で、膝でつい、膝ぶっ壊れるぞ、それ、おい、あっち膝の皿ぶっ壊れるぞ、こうかな、あっつ、これ、おい、つい、何その投げ方、気持ちいい、これちょっと変わろうか、確かに、確かに、ちょっとやってみてください、思った以上に重いですよ、これ、あっちしか重い、大変だね、うわ、もう、餅じゃん、これすごいよ、餅化が進んでる、ね、誰かに、記念やりたい、そろそろじゃない、じゃあ、何がそろそろなんだろう、ちょっとじゃあ、やってみてください、やってない人、やってる人、確かに、やってない人さ、あれ、え、うん、え、どうした、いや、なんかキラッキラキラしてるな、いやいやいや、大丈夫大丈夫、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、あー、でもオッケーオッケーオッケー、こんなもんか、なんかあった、うん、はい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 、原宿さん、え、デートで安井坂に行く男がいたんですよ、ほうほうほう、なーにー、やっちまったな、男は黙って、おい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 、原宿さん、どれ、よっ、誰、おい、キネかけちゃったこれ、なんか今一瞬、見えなくなった、なんか今一瞬今、誰、え、一瞬今、よっ、え、よっじゃなくて、あ、なんか入ってましたよね、よっ、頼むよ、でもなんか、うん、入っても良さそうって感じは、ついてる人は触りましょう、あ、どん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 ね、そうそうそう、どんどん変わって、どういうこと、思った、その粘りが出るとね、いっぱい出るから、これ誰か返した方がいいんですか、これ返して返して返します、これ、え、おい、え、どうした、ちょっと、お前だ、おい、え、だこれ、お前、おい、え、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、どうした、え、今、見られてたからな、え、ベビースター入れてるとか見られてたからな、あ、恥ずかしい、恥ずかしい、見られちゃやっぱダメなのよ、恥ずかしいこと、ちょっと、これもう、何これ、何これ、すごい、こんなのさ、おい、餅じゃねえぞ、こんなの、じゃあ、僕がね、ちょっとこの、はい、罪を、罪をね、うん、あ、ちょっと、え、卓球、卓球来て、卓球来て、卓球来て、え、マジ本当に、うん、来てないじゃん、あれ、ちょっと、うん、おい、おい、おい、なんだ、駄菓子屋か、ここは、おい、りょうさんが言ってるもんじゃない、なんだよ、これ、え、おい、今なんか、ちょっと、なにこれ、なにこれ、赤い汁気の、なにこれ、ちょっとついてついて、ついてついて、じゃあ混ぜて、混ぜないと、混ぜよ、混ぜよ、なんかいい匂いしてきた、でも私も混ぜる、おさやさん混ぜて、水つけないと手つくよね、あれ、おい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 、おい、おい、なんか、あ、すごい、待って待って待って、おい、え、お前ら、え、なになになに、真面目にやれよ、やってるよ、餅が手についちゃうから、水つけてから入れろ、入れないと餅が減ってくから、ちょっと、なになになに、バレないように入れてねって言ってるじゃん、そうそうそう、え、いや、入れるなら、うん、現行犯はダメよ、現行犯は、そうなの、うわ、なに、色やばえ、なんかやば、なにこれ、色やば、いや、でもうまいうまい、いや、すごい、あ、でもだんだん餅っぽくはなってきてる、はいはいはい、すごいね、いいよ、あ、いいよいいよいいよ、はいはいはい、返しますよ、はい、うん、これ、おいおい、誰か変わる、長田君、なんか、映りおかしくない、いや、マジで、確かに、うん、なんかちょっと、ちょっと白い、もっとこう、内寄りに来た方がいい、あ、いや、大丈夫、大丈夫、あれ、ちょっと待って、え、え、おい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 、なんか入ってる、なんか入ってる、え、何、何これ、何これ、どうしたんですか、それ、なんか、なんかたまたまじゃない、まあ、たまたまなの、しょうがねえな、もう、あ、でも、そうか、
何もちこれ。だいぶ不純物が増えてますね。確かに粘りがなんかすごい、なんか匂いはいいね、なんかなんかめっちゃいい匂いするね。けどなんかさ、どんどんこう練り物っぽくなってきたね。おお、すごい、すごい、やっぱ手際がいい。ほら、あー、こっちだ。つきます。すごい、いいじゃん。危ないなぁ。危ないなぁ。危ないなぁ。波とかじゃなくて今行くなって言った。危ないよ。危ないよ。君は危ないのはやめてよ。今バレてるし、危ない。交通事故の瞬間。おわ、ドラレコでした今ね。君が飛び出してきました。完全に君が入れただろこれ。ちょっと甘餅になっちゃう。誰かちょっと返して、ちょっと代わりに。甘餅になっちゃうよ。もうでももうちょっとかな、ね、ほんと叩くの交代しましょうか。あ、いい、確かに。しゃしゃ疲れるねこれね。確かに、ね、あれあれ、ちょっと待って、ちょっと待って。もう見えんじゃん、見えんじゃん、もう見えてる、見えてる。それさんにしか見えてないって。見えてる。なんか今加藤さんが緑の粉を振りかけて、マジ。うわ、すごい、なんか、すごい、もう隙もない。何これ。原宿さん、返すときは両手でやった方がいいっすね。はい、そうなんだ。そうそうそう。あと、原宿さん、落とすときに指入れるとやばいっすよ。うん、そうそうそう、両手でね。え、はい、両手でやって、はい、はい、下をね、下を返すよ。で、ね、はい、手つけるときはね、もうちょっと奥の方に、うん、どうする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 、奥の方にやった。そうそう。おい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 、明らか。え、なんかちょっと、餅が夢側になってんじゃん。明らか。え、もう何これ、砂、何。ちょっと待って、ちょっと待って。何これ。何これ、なんかさらによくわかんない粉がね、なんかすごいね。いいのこれ、なんか気持ち悪いんだけど、なんかぐにゃーって急にちょっと原宿系になっちゃいました。すごいね、すごいね。こんな餅なかった、夢みたい。夢だね。なんでやねんねんねんじゃん。コスモみたいな、でも一体になって、確かになんか宇宙の果てってこんなんなの、完全一体。ここにハートがあるんだよ。出来がいいや。すごいね、すごいね。こりゃめでてぇな、こりゃ恋愛成就かな、この年は。いいじゃん、いいじゃん。あいよ、あ、あれ、あい、はいはいはい。え、あいよ、え、どうした、え、なになに、どうしました。あいよ、窓開けっぱなしなの。え、ちょっと、え、おい、おい、なんだこれ、おい、クリが入ってるよ。まあいいけど、おい、君、え、何すか、頼むよ、何すか、ちゃんとこう、綺麗に入れてくれよ。あいよ、あー、すごい、クリが残ってる。これ混ざんねえぞ、これ。ボーナスかもね。クリーム跳ねてきたよ。うわ、なに、はい、え、ちょっと待って、え、どうしたした、原宿さん、どうしました。ウスのなんかカメラにめっちゃ入ってない。え、髪の毛、何のカメラにも入ってないです。ちょっと原宿さん、餅がさ、餅が原宿さん、原宿さん、もう餅がめちゃめちゃ原宿さん、ヌーブラみたいになってるじゃないですか。え、いつ、景気がいいね、餅好き。正月って感じするね。はい、みんなよいしょよいしょよいしょ、きなこ入れますよ、きなこ。え、なんだお前、めちゃめちゃバレバレだし。これ何これ、はい、きなこ入れるからちょっと色違うくない、なにこれ、きなこ、なんかお前大丈夫か、おい、ボコボコやね、下もなんか、ボコボコですけど、まっすぐ入れに来たし、きなこ入れるからなんだお前、え、はい、うん、というわけで、いろいろあってこうなりました。ピンク、何があったの、何これ、誰か生肉入れた。大丈夫、食えるものしか入ってない。食えるものしか入ってない。すごいな、これ、何これ。でもなんかこうなりました、いい匂いするよ、なんか本当だ、ここ夢の中でなんか見た、あれ、これ、なんか香りと、香りはすごい、なんか香ばしい匂い、見た目が違う、粘りやん、食べてみます、いただきます、いただきます、うん、あ、うん、うん、うん、美味しい、あれ、うまい、素揚げみたいな、ほんのり甘い、ほんのり甘い。え、あんないっぱい入れたのに全然ほんのり、あ、くるみがね、たまに、くるみが入ってて食感があって、うん、なんかあれ、くるみゆべしみたいな、うん、うん、ね、ピーナッツの味とかして、あー、優しい、この見た目で優しいことない、美味しい、うまい、ちょっとおかわり、全然、しちゃって、しちゃって、はい、あー、いいじゃん。じゃあちょっとおかわり、ねえ、そう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 、美味しい、すごいなー、おい、どういうことだこれ、宇宙人の配給じゃねえ。お腹も膨れるしさ、でも味はすごい、いや、めちゃめちゃね、優しい味、確かに、意外とあのー、そうそう、何の味もしないかもしれない、そのお菓子の味とか、そうそうそう、くるみの食感があってちょっと甘い、なんかアーモンド、アーモンド、穀物っぽい味、なんか海苔っぽい味、ほらほら、心臓みたいな、心臓みたいなできてるぞ、こうやって
お綺麗に食えよ、ほら綺麗じゃない、綺麗じゃない水飴みたいにねうんこれさ、僕ら今ピンクレモンぬちゃぬちゃしたピンクレモンって言いながらうん、うまいうまい死んで、そうそうよいやもうこんな食ったら太っちゃうんじゃないですか。確かに、え、なんですよ、酔っちゃう、カロリーが、ね、糖質がすごいですよ。そうだよ、永田さん、お正月太りか、まあ、諦めて太るしかないのか。そうだね、僕らはもうしょうがねえや、これは太るに1票、うん、え賛成、太るに1票、しょうがない、もうじゃあ諦めるか、寝ようぜ、寝ようぜ。ああ2023年はもう終わりか。ゲームでこんなことはさせないよ。え誰誰だ、振りがいきなりすぎるんでちょっとびっくりしたんですけど、えこっちに来てよ、美味しいのあるから、餅食べてください。食べます。駆けつけ、やっぱちょっと食べます。食べてもらおう。何食べてるんですか皆さん。餅です。宇宙餅、宇宙餅。えこれもう直接もう食べていい。いただきます。なんだこれ、なんだそいつ。シャツも髪もわけもシャモジもわけも。何これ、予算もない SM か。おい何してるんすか、何してるんすか、一体何しに来たんすか。うまくないですか。でもうまいです。優しいですよね。うまいですね。びっくりしました。ちゃんと和風なんですよ。ゲームをしながら、はい、正月太り解消しましょう。うん、何でビットボクシング北斗の拳、これでいきましょう。はぁ、はぁ、うん、4年やってるからわかる。さて、今回のビットボクシング北斗の拳なんですけど、やっぱり目玉といえば北斗の拳のキャラクターが、確かにインストラクターとしてなるほどエクササイズを楽しんでくれる。はい、世界滅んでんのに。あ、もういや、いい質問です。えストーリーがちゃんとありました。あるんだ。はい、前振りみたいな、うん、オープニングがあるんでちょっと見てください。あ、え、ストーリーがあるの、はい、これちょっと見てですね。前はもう見せないと思うけ。え、プップスが、もう、もう、リュウケン、リュウケン、リュウケン親切だなぁ。これでオープニングですね。あ、2000X 年、千葉茂、世界は最終戦争の炎に包まれた。そうね、やばいよ。海は枯れ、いやそうよ、死はそんな中で大変生命体が絶滅した世界に見えて、だが、人類は死滅していなかった。あ、ここはね、有名なね、はい、名シーンは。そして要は、エクササイズが支配されている。なんで、なんで、なんで、理由は、理由はどこで、エクササイズで、いやいやいや、愛を取り戻せ、愛、健康、どういうこと、どういうこと、青じゃないのよ。こういうストーリーがあるんですよ。ストーリーか、これエクササイズが流行る理由が分かんない。どういうことなんですか。そういう世界なんだよね。で、ストリートリアル、よく来たな。俺はケンシロウはインストラクターの神様。世界線が変わるとこんなことになる。北斗神拳は一子相伝、お前に教えることができる。ああ、ビットボクシングなんかは、ビットボクシングは道理ですね。エクササイズの武器に授けることができるだ。まずは軽く、はあ、フリーからやってみようかな。はい、はい、普通のエクササイズとね、何が違うのかっていう、そういうことです。めっちゃあれ派手ですね。めっちゃこんなことやるな。気持ちよくやるとか空気悪いだろ、絶対逃げ足を下げ、体を下げ、体を下げ、体を向き、右を下げ、左で顔を下げ、お約束だね。うん、すぐよ。おー、アイス、アイス、褒めてくれますか。褒めてくれるわ。拳と肘は肩の高さまで。こんなにたっぷりよ。めちゃくだな。すごいね。すごいね。ブーツのサイズえぐくない。すごいよ。顔ちっちゃ。せーの、ブック悪くない。うんうん、すーの、全然あったって言わないな。思いました。全然いつ言うのかと思ったんですよ。あったって。あとは聞かせてよ。え、あとは聞けんの。あー、いいよ、いいよ、あるこれ、なに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 、めっちゃ見てんだけど、こっち。え、え、なんで、なんでこれログインボーナス超ですなんて。え、なんでお疲れって言われた。なんだ、なんだ、ザコ殴ったんだ、お疲れって。あいつ、そのために呼ばれてる。殴られよ、ザンプを押すときは。あいつ、今何もしてなかったけど、ただ前に行っただけ。なんだなんだ、なんだ、なんだ、かわいそうだ。インストラクターって、ケンシロウ以外もいるんです。インストラクターっていうのが、師匠ね、まさに
言おうと思ってました。ラオノが教えてくれるわけないから。そうだそうだね。いる？あー、いる。テンションの場に。あ、レイ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 もいる。え、サウザー？え、ラオノ？ちょっとまあユリアは解放してないんですけど。ユリア解放できない。解放した。で、今回のヒットボックシング北斗剣の一番の目玉じゃないですけど、バトルモードっていうのが。バトル？え、およりゲーム的に、うん、はい、あ、ジャギだ、ジャギ。そうなんです。ジャギがいるかもいるんだ。シンもいる。知ってるか。え、みんな強敵じゃないですか、こんなの。そうなんですよ、それと戦えるという。戦う。どうやね。では、ジャギじゃないのか。確かにね。では誰か、人気ありますから、ジャギ。オス戦をぜひやっていただきたい。あ、はい。え、仮面対決。うちのオソレさん強いぞ。オソレさん対ジャギ、仮面対決。仮面対決。え、もう久々だからね。え、ジャギ、あった、あった、行ってみろ。ジャギがよ、オソレさん、獣野郎。ちゃんとね、原作のストーリーを追いながら。いいですね、追対決の。悪い。兄より優れた弟。改めて悪いな。悪いよね、ジャギは。あーそう言うわな。それしか言えないもんね。ソレさんもこうなってほしいな。確かに。ソレさん様だ。あ、いいね。はい、いいよ。ことはこれ、私がケンシロウってこと？そういうこと。おっしゃ、おせー、おー、おー、すいません。ちわきに踊るんじゃない？ちわきね。あとね、倒せるか。ほらほらほら、ジャギの、ジャギがよ、ショットガム持ってるよ、相手は。怖いよ。バッチリ頼むぜ。行くぜ。ダビ、ダビ頼むぜ。どうだ。ダビの剣。おお、どうだ、どうだ、どうだ。いや、防御、防御、防御も普通にパンチしてください。ほら、攻撃をパンチした方が。ああ、なるほど。はい、高い。いい動きだよ。いい動きだよって言われるよ。なるほど。ブロックしてんだ、これ。わあ、これかなり複雑ですね。そうですね。下にってのもある。なんか妙に惜しいな、クリップ。え、どういうこと？え、どういうこと？なんかクリップ。え、本当だ。え、どういうこと？あ、お尻が。おや。おや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 。おやおやおや、ちょっと動画使うよ、これ。おやおや、いいよ、いいよ、いいよ、めっちゃ減ってるじゃん、減ってるよ。あー、スマホが、あの下もが、ピッチだ、ここが、あっ、お尻もプリッ、お尻も、お尻も助けて、お尻もスマホも、ソレさんの胸のスマホが落ちた。何見てんだ。お尻も忘れないで。お尻も、お尻忘れないで。お尻も、お尻忘れないで。別にね。はいはいはい。お尻、お尻、お尻、ちょっと気気にする、気にする。お尻、お尻、お尻、神経、神経、もうあと15秒。最後だ。最後はもうラストじゃない。最後お尻だけでいこう。最後はもうどうだ。ラストラスト、はい、お尻を狙え。こっちで終わりだぜ。来ましたよ。おい、どうすよ、これ。釣れた。どうなんだ、これ。あれが、めでたいわ、正月に。めでたい。はい、すごい。これめちゃくちゃ疲れます。そうだよね。すごい。これまだ軽いモードですから。まだジャギですからね。難しいのがあるんだ、これ。で、結果はこうなると。なるほどね。結果がこうやって出ると。ああ、え、これ全部光ったらむしろまずいんじゃないの、これ。確かに。北斗星だ。視聴星まで光ったら死んじゃうよ、これ。見てください。若いじゃん。よっしゃー。今回の戦いたいわ。よかった。これ楽しいね。よく耐えた、忘れた。まあ他にもね、サウザ敵がいるとやっぱいいね。そうですね。モーションが違う。モーションが違う。ラオウとかやばいんじゃん。やばいよ、強いよ。なかなか倒れないから、ラオウなんて。フィットボクシング2もね、なんかまた新インストラクターが追加されるっていう噂も。へー、そうだね。フィットボクシング北斗の剣もぜひぜひという感じ。面白い、これ。
では水水水水水水ザコ最初の新章のキャラてか最初のケンシロウ砂漠でさまよってる頃のではまた1年後お会いしましょう、うんいけるか1年後これまたありがとうなかったらどうするありがとうなかったらどう思うみんなまた来年もよろしく、うん、取り戻せ水